chicken lotto. Chicken lotto. 持ってない。最後まで持ってない。チーキラッチョ。チーキラッチョ。先生、我々スマイル選手一同はスマイルマンシップにのっとり、正々堂々とスマイルすることを誓います。スマイル。は？何言ってる？あーベラッチョ。ヨーヨーヨーチェケラッチョ。今のはフランシスコ・フィリオが得意とするブラジリアンキック。お前気持ちいい。すげえ。なところってあったりすると思うんですよ。でもそういうところも含めて僕ら好きなんだよっていう。嘘でしょ。嘘でしょ。ダメ。山田らしくしちゃいけ。簡単に勝たせてくれないぞ。難しいよ。サンディね。さっきもサンディだったね。サンディ。頑張れ。頑張れ。よっしゃ。小指が引っかかった。操作しろ。自分の手操作しろ。はい、今回僕たちはですね、岸親子が住む東京都西東京市にやってきたんですけれどもね。今日はサポートを待っているということなので、がっつり頑張りましょう、コウキ。よし、おい、頑張ろう。おーい、え、おーい、坊主違いだから。あ、田中さんではない。あ、行きましょう。違うじゃん。いいですか。違う。もういいって、しかもちょっと歩かなくて大丈夫です。すごくね、すごく美味しそうな唐揚げなんですけど、そういうそういうそういうつまむな。カレーに続きよ、お前は。お客さん2人で食べてたんですね。はい、そうです。お父さんはいつもこの時間は黙々食うな、お前。一回じゃないのね。一回も食うな。カツの中で、ねねちゃんはカツの中で誰が一番好きですか？カッキー。おお、カッキー好きだぞ。すごいね、カッキー。ねねちゃんもちゃんと空気を読んでね。空気を読んで言ったんじゃないもんないけど。電話で確保。取れた。いや、取れた。じゃあみんなで行こう。ワープする？ワープする。ワープしちゃうじゃん。ワープする、はい。ちょ、危ない。ちょ、ねねちゃん降りたら抱っこしてあげる。危ないから。途中で落ちる可能性あるから。ちゃんと捕まってられる？気をつけてね。時空の狭間に落ちるからね。行くよ。はい。行くよ。はい。せーの。そう。なんで？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 ワープ中に何が？さらに休憩中にはこんなお遊びも。続いてあかねちゃん。極太だね。眉毛極太。さあ、金が笑ってる。さらにねねちゃんまで。はい、はい、OKかな。あかねちゃんとねねちゃん、そしてついに海のステージが完成。今回のトップバッターは岸さん親子。はい、ダンスナンバーはスーパーアイドル松田聖子さんの青いサンゴ礁のトランスバージョンです。ステージに広がる海に大注目。 It's Showtime。誠さん、前回は二人のね、前回とはもう雲泥の差で、なんか二人の愛を感じた。あの最初の田中君の唐揚げにこのつまみ食いがなければもうパーフェクト。ちょっと待って、またまたそこでマイナスも出ちゃったね。本当に皆さん頑張ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。田中さん、うん、もう田中さんに間仕切れしてる人がちょっといて、はい、もう何もしてないですけど、その方が田中君とどうしても決着をつけるって言うんで、なんと超ヤバいある大物が田中に決闘を申し込んだのだ。あれ、そうだな。下の名前なんですか？田中コウキです。そしてチャンスのチャンピオンはコウキ。そういうこと。コウキですよ。コウキ言ったら、まあ亀田一人で十分やろ。そうだから土俵ちげえし、芸能界に2人はいらない。芸能界にな、2人はコウキいらない。そう、チャンピオンもこうやって半笑いで言ってるんだよ。じゃあ早速最初の対決。
ああそうか。あれビビってるんですかこっちの空気は。いや俺はビビってないけど、いやちょこっちのほらチャンプの方がちょっとビビってるから、やっぱレベル下げちゃった方がいけるでしょう。この勝負ドロー。あ、ドロー。表情的にはチャンピオンの方が辛そうでしたけど、はい、プチゲロがあったという。早く着替えたいじゃないですか。これどうすんだよこれ。ちょ、コウキそこ触んなよ。赤い、あ。はい、あクイーン。クイーン。これちょっと逆にハマりすぎちゃったかな。これ完全にちゃんと亀仙人のもとで修行、これ修行してますね、はい、ちょっとお願いがあるんですけど、はい、キエンザンとやってもらってます。あ、それをやるんですか。キエンザン、うわぁ来たそれではお二人同時に登場していただきましょう。どうぞ。お帰りなさいませ、ご主人様。世界チャンプとアイドルの白鳥をどうぞ。チャンピオン陣営はここで無念のタオル。アイドル後期が出てくれば勝利だが、あ、出るの？また見た感じですか？なんかまあ綺麗だな。コスプレ対決はアイドル後期の勝利。ちなみに亀梨は結構もう、どっちかというと結構クールなかっこいい2枚目ですね。2枚目だなこいつって思ったことない。単純にこうテレビカメラに向かってウインクとかできるのは俺からしてみたらすごいなと思うんですよね。カメラに向かって歌いながらウインクって難しいなって、ちょっと一瞬我に返っちゃうんで、あ、恥ずかしくなっちゃうんですよ。ちょっとやってみなさい。マジっすか。はい、すごい展開。そのうち慣れるから。今日踊りとラップで結構難しいなと思ってたら一番ハードル高いところ。言っといた方がいいよ。せーの。あ、これダメだ。今一番汗かいてますね。あ、顔真っ赤くなってますよ。うわ、一番ギリギリだなこれ。ケラッチ。See you next.